今日はユーロ円で行ってみましょう。一時的に下がってきているように見えます。上がり傾向の中の一時的な下がりを狙いました。うまくいくかな ダメでした。負けることもあります。またしても、ユーロ円を見てみます。今度こそ、下がるはず。 派手に上がったところで、ノーエントリー。 今度は勝てました。調子に乗って、再度ローエントリー、しました。 適当なエントリーでは勝てないかチャンス到来すかさずノーエントリーしました。 なんとか勝てました。ただ、まだ収支はマイナスです。上がりに転じそうに見えます。 いや、まだ下がりそうだ。ローエントリーしました。 よし。収支がマイナス500円まで上がりました。次もユーロ円を見ます。まだ下がり傾向が続いています。 めちゃ上がったところで、ローエントリーしました。ここで買って、本日の収支を、プラスにしたい。ああ、やめて。下がれ。おっと、下がった。 奇跡が起こった。ようやく今日の収支がプラスに転じました。重要なのは資金管理です。これさえ守っていればトータルでプラスにできます。